11レース2乗戦1着で勝ち上がりました福井の秋元選手です。はい、1着おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとアクシデントがありましたけども、いや、そこはどんな感じでしたかね。もともと誰が抑えに来ても引くつもりで、まだその一つのラインを、まあ、行かせてる状態の時に、まあ、内側からとんでもないスピードで内側に飛んできたんで、ちょっと対応が遅れました。あれはもう接触して壊れちゃったの？完全に壊れました。で、まあ、あの、まっすぐ走れない状態のままレース続行って感じだったんで、はい、あれは接触したとちょっとどんな感じなのかなって様子見ながらちょっとゆっくり走ってたみたいな感じだったんですか、ね、いや、じゃなくてまずまっすぐ走れないから、まずそのコントロールしなきゃのところで完全に判断が遅れたって感じですね。今高橋選手は車間を開けていて、まあ、ホームのところでかましていったと思うんですけど、そこをついていってで、まあ、まくったっていう形ですけども、まあ、もともと高橋君が行かなくてもあのタイミングだったら僕も一緒に行ってたと思うので、まあ、たまたまそのタイミングかぶってしまったなって感じでした。2コーナー過ぎのあたりで、まあ、ちょっとあの原口選手とちょっとまくりがタイミング合ってしまうところがあったかなと思うんですけど、あの辺は乗り越えられるかどうかっていうのは、いや、ちょっと微妙だったですね、はい、それは状況、足の状況とかっていうよりもその、ではないです、はい、完全に自転車の、そう、自転車のコントロールがうまくいかなくてって感じですね。で、その後は結局乗り越えられて、はい、まあ、なんとかしのげたかなっていう、本当にギリギリしのげたって感じですね、はい、後ろの東口選手が最後騒がれてたところは、まあ、あんまり、まあ、しょうがないかなって、ちょっと僕自身も赤番 の、 そのアクシデントを乗り越えた中でのレースだったので、正直後ろに関してはもう、まあ、申し訳ない気持ちと、まあ、僕自身も一着取らなきゃっていう気持ちでいっぱいだったので、はい、まあ、何よりも転ばなくてよかったかなっていうのが一番、まあ、そうですね、ですよね。まあ、特に今日は雨、まあ、その中 で、まあ、で、あの、まあ、ラインでワンツーじゃないにしてもとりあえず東口さんだけでも勝ち上がったので、まあ、そのあたりはホッとしてます。わかりました。で、この後は自転車、また自転車はもう完全に多分レンタルというか、どれだけ競輪場さんの車輪を使いながら、まあ、自分の車輪ではないんですけども、まあ、それで戦わざるを得ないので、まあ、ちょっと自転車チェックしながら走らないといけないかなと思ってます。わかりました。では準決勝に向けて意気込みをお願いします。そうですね、なんとか勝ち上がれたんですけども、まあ、しっかり自転車も修正した上で準決勝頑張りたいと思います。